はい、えー、皆さんこんにちは歴戦二講師の雲野です それではです、ね、今日はの令和2年度の司法書士試験、えー、最終合格を見事に果たされました、えー、お二方にいらしていただきまして、えー、中上級講座のです、ね、実践力パワーアップ講座をお二人とも受講されての合格ということで、少しこの実践力パワーアップ講座についてお話を伺いたいと思います。それではまずあのその前に自己紹介をしていただこうと思います、えー、それではあの穴山さん、えー、お願いします。 実践力受講生だった穴山です。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、続きまして、えー、それでは、同じく受講生でした。あ、木内さん、えー、よろしくお願いします、えー。同じく実践力の受講生だった木内です。よろしくお願いします。 はいい、えー、ありがとうございますそれではですね今日あのお二方、えー、とも実は2回目の受験で合格されてで先ほど判明したんですが非常にお二人とも成績優秀で、えー、合格をされたということが判明しましてですね、えー、お二人ともあの私の初級クラス、えー、15か月合格コースを、えー、卒業されてそしてあの1年目は惜しくも、えー、合格はあのできなかったんですが2年目に実践力パワーアップ講座を利用されて、えー、見事合格ということで、えー、この実践力パワーアップ講座 についてちょっと伺っていこうと思います。それではあの実践力パワーアップ講座の活用法という点で、えー、ぜひですねちょっとお話をそれぞれ伺っていきたいと。えー、まず穴山さんからじゃちょっとお願いします。まあもう一言で言うとテキストを使ってくれっていうだけでして。 あのテキストいろんなテキストを併用されてる方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども実践力パワーアップ講座のテキストって実はその本当に覚えなきゃいけないことを しか載ってないんですよねでそれってその考えて解ける問題もそうですし、まあ、暗記物特にまあ暗記物ですかね暗記物は結構逃げがちな方多いと思うんですけれどもまあそれを本当にしっかりやるっていうことがその活用法まあになるのかなって僕はそういうふうにあの理解して受講はしていましたなのでまあ逃げがちなあの暗記物っていうのが結構あの受講生 みんんなな同じかなと思うんですよね例えば少数株主権だったりとか、期間設計の時のまの役員ごとにできることだったりできないことだ、まあ、あの不動産東京法でいうと、まあ、特に元本確定自由とかですね。なので、まあ、そういったところをこう逃げずに、まあ、しっかり覚えるっていうのがまあ合格への近道ですし、まあ、そこがしっかりまとまっているので、まあ、本当に実践力、パワーアップ講座受けて、まあ、テキスト使い倒すっていうのが、まあ、活用法というか、一番近道なんじゃないかなとは思ってます。はい えー、ありがとうございます、えー。じゃあ、それでは同じく、えー、活用法について、穴山さん、えー、から伺ったこと、に対する反論も踏まえて、えー、木内さんによろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、えっ、ー、と、木内です。えっ、ー、と、まず、あの、穴山さんと同じだなっていう。思うところからなんですけど、やっぱり、僕もテキストを、かなり、あの、中心にというか、読み込みました。で、えっ、ー、と、実践力パワーアップ講座だと、あの。 過去問の中だといろいろな問題があると思うんですがその中でも本当に、まあえー、と難問、疑問と言われるところはまあ除いていてむしろこう、えー、と今までにごあの出題実績があるところとかで出題実績はないけれどもあのかなりこう重要なところっていうのは丁寧に説明をしていただいたので本当に、まあ、運野先生が説明をしているのと同じような説明が自分でもできるようにあの理由づけができるようにというところで、えー、と過去問を解くことにかなり集中していました。 でえー、と結構、その1年目であの反省というか1年目でできなかったところの反省を2年目に生かしたというところでいうと結構、スケジュール管理というところはかなりあの力を入れてやっていました。で、自、え、信、ー、力パワーアップ講座も申し込んだ時点で、えー、と年末のところでもう結構、消灯法がまあ立て込むなというところとかあと、 年始からのまあ民層かなりあの配点は高いんですけどあのそこもかなり時間がなくなるなということは分かっていたのでまあ民法をやっているときは本当にそこに集中してあのしっかりと身につけようとで次に不当法に行って会社法に行ってとでえと1年目だとやっぱりあの会社法のところでなかなか点数が伸びないんでいたんですけどやっぱりこう表のところをあの運の先生がこれは絶対覚えてくださいというところは本当に細かいところまで覚えたというところが実際の点数につながったというところがあった。 と思います。はい。はい、ありがとうございます。えー、キウさんはあれですか、一年目はどれぐらいの点数取られたですか。あ、そうですね。うん、えっと一年目はえっ、ー、と具体,、うん、具体的な点数。あ、わ<の>かりました。いいはい。ああ、ありがとうございます。えっ、ー、と一応基準点は午前午後記述とともにあのギリギリなんですけど行ったんですけど、えっ、ー、と合計点だと十二点足りなかったと。 いうところで、えー、と今一歩というよりももうちょっとこう点数に差があったのであの実践力パワーアップ講座を取ってで初級講座も運野先生だったので同じ教え方であの同じ説明の仕方でというところで安心感があったので、まあ、やったら絶対合格するという気持ちでやっていきましたちなみに岸さん、今年の試験はどれれぐらい取れたんですかあ、今年の試験は、えー、と点数的に言うと238.5点で大体、えーいいね、合格最低点からまあ30点ぐらい。あの プラスすることができたので、と実践力で相当伸びましたよね。相当伸びましたね。あのまさかここまで伸びるとはっていうのを、自分でもちょっと信じられないぐらいなんですが。本当にあの、まあ運動先生が言ったことを、まあしっかりとこう身につけて。やっていくと、ここまで取れるんだということは、あの自分でも自信になりました。はい、ありがとうございます。じゃ、はい、じゃあ穴山さんはどれぐらい伸びた?。どれぐらい伸びました?。え、僕はもう、かなり伸びましたよ。<laughs> うん、どうだろう。まあ、伸びましたね。 うーんどれぐらいの点数、点数ベースでいうと、本当に40とか50とかもう、な,なんだろう、うーん、まあ、かなり取りましそうですね、まあ、午前科目の方が苦手なので、そうですね、まあ、午前も午後も、まあ、記述もですけど、まあ、全体的に底上げ、二回りぐらいですかね、底上げされたっていう感じですね。 その逆転で、えー、弱点をまずしっかり見つけておくっていうことですね。結,結局、人によって弱点って違うと思いますしその結構多いんですよその、点数伸び悩む人ってあのじゃあもう1回全部ローラーかけて勉強しようとかっていう。 まあそれが非効率とは言わないんですけれども、まあ、結局時間って有限なのであのどれだけ早く弱点をあの2年目ならなおさらなんですけどあの見つけてそこ,をこうそこに焦点を当てて。 あの勉強できるかっていうところは、一番初めに僕はやりました、受講するよりももしかしたら早かったかもしれないです、それはあの1年目の例えば模試だったりとか、あの本試験の結果をまあ見れば、おのずとどこが自分間違えてるかなっていうのは、どなたでも把握できるとは思いますすはい、はいありがとうございますじゃあ,あの、木内さん、あの復習方法で何か実践力、パワーアップ講座であの気をつけていたこととか、工夫した点とかありますか はいえー、と復習方法は、えー、と私はあの通学クラスで受講していたんですが、えー、と授業を聞いてで、えー、と帰りの電車の中であの一通りセリフレクチャーを読んであの復習するということをやっていましただいたい電車に乗っている時間が30分ぐらいだったんですが、まあ、そこでなんとかこうセリフレクチャーを終わらせて、まあ、もし終わらなかったときは駅のベンチであの読み込むというところまであのそこは気をつけていました。 やっぱりこう記憶というのはあの日に日にどんどんあのやっていかないと定着しなくてあの復習するのも大変になるのでその日のうちにやってで次の日にはもう過去問に取り組むとで次の講義のまでにはあの前回やったところはしっかりと復習をしてで海野先生に質問することもできる環境だったので、えー、と自分がわからないところですとか逆にまあこの覚え方でいいのかなっていうまあ確認も含めてあの質問というのは結構徹底的にストイックにやっていきました。 二、ね、人ともよく質問してくださったんですけど、まあ、質問というか確認が多かったんですよね。これでいいですか。うん、まあ、よく来たよね、質問。<laughs> よく来たね。<laughs> <laughs> いいえあの、毎週のようにねあの、これでいいか、これでいいかっていう。 <laughs> えー、いえいえ、とんでもない、ねあの、結果を出してくれたら嬉しい限りなんですけど、えー、それではあの、記述対策、えー、実は、えー、これも先ほどちょっと判明したんですけど、お二方、記述、すごく点数が近くて、ですね <laughs> 2>, 2人とも55以上です,ですね、本当、それ、えー、もう上位合格、記述に関しては上位合格を果たしているんですが、記述の対策で実践力の講義、どういうふうに使ってました<あ>記,述記述対策 記述対策は僕はそのはいはいはいあれは結構直前まで温存しました僕ははいでまあ多分苦手な方あまり得意意意識がない方にもしアドバイスするとしたらあの 何ですかひな型集みたいなのをひたすら回すっていうのはまあそれはそれでいいと思うんですけどまあ僕のおすすめはですね事例問題みたいになっているものを2回ぐらいですかね何回かやるっていう結局そのひな型を使うっていうよりも事例からどれぐらい自分の持ってるひな型を引き出せるかっていう。 ものの方が技術問題で僕は点数が取れたのかなって思ってるので、あの覚えるひな形って実はそんなに多くないんですよね。なんであので、寝ていとうのひな形とか、あとはまあ所有権の移転のいろいろな型とか、あの基本的な部分を何回も何回も事例ベースで使っていけば、おのずとその必要最低限の型が身につくんですよね。そしたら、あとはもう、それをどういう事例の時にどういうふうに使うかとかは、まあ、体で覚えていくっていう感じですかね。はい 特にあのテクニカルなものは僕はないと思ってますね。はい、はいえー、ありがとうございます。木内さんはあれですよね？ちょっと記述に少し苦手意識最初あったんですよね。<あ>ですよね？はい、そ,それをどう克服したか教えていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。えっ、ー、とそうですね。結構記述はあのー、まあ。 波があったっていうのが正直な言い方で、まあ、いい時はよくてで悪い時は本当にガタガタと崩れてしまうというところがあの僕が改善したいポイントでした。で、えー、と実践力パワーアップ講座を受けながら、えー、と年内のところであの えとちょっと講座名は何て言うか分からないんですけど、講義編ですね、はい、を受けながら、あと、えー、と記述の問題を解いて、えーと、採点をしてくれるっていうあの講座も一緒に、自信力だとパックでついているので,で、それを年内にやっていくことによって、あこういうポイントをやっぱり落としてはいけないんだとあの、こういうところが点数に直結してくるんだというのが分かって、でえー、とそれは本当に、まあ、できるようになるまで結構復習したというところがありました。 あと年、ね、内のところでいうと,その、えー、と赤松先生とタッグを組んでいる記述の後期編のテキストを本当に、まあ、ひ雛形レベルだとあのもうできないとあの本試験でそこが失点に直結してしまう部分なのであのよく、えーとですね、朝とかあの頭が働いていないときに結構やったなという思い出があります。 なんかもうそれぐらいの時でも書けるようにっていうところであえて自分がこう苦手な時間帯に解いてみたりとかそういう確認を本当にあの何月何日にやった丸三×っていうのをあのすごく表紙のところが埋まってしまうほどにやっぱりやり尽くしていたというのはあの点数につながったポイントだと思いました。 それではあの、えー、お二人ともまああの本当に同じ初級コースで学んで、えー、実践力で2回目で受けられ合格されてで、まあ、点数も非常にあの近い上位合格で合格されていてとていうことなんですけれどもでも、似ているようで多分二人の勉強方法って違うと思うんですねちょっとなんかこうオリジナルで工夫した点とか改良した、えー、開発した勉強方法教えていただければと思います。 僕がこれはすごい言いたかったことなんですよね。あのオリジナル、まあ、オリジナルなのかな、僕はですね、まず、あの僕、結構早い段階でリスタートをさせてもらってて、であのコピー用紙をですね文房具屋さんに500枚入りの,の A4 両面かけるあの、本当に普通のご家庭のコピー用紙を買いに行って、でまあ、500枚入りなんで両面合わせると、まあ、約雑紙でいうと1000枚ぐらいかけるのをひたすら使いました。もう覚える あの図だろうが過去問の一文だろうが覚えるまでひたすら書くまあ回数で言うと10回ですかね10回ぐらいですかねまあ覚えすぐ覚えられるのであれば3回とかっていうのを直前期まで全く同じやり方でやり続けました <laughs> それででも僕はそのそれでこう結果が出せるっていうのをその1年目の反省点として学んでたのでまあそういった勉強法ですかねオリジナル ま、非効率的ではあるんですけれども結局点数が取れれば僕はいいだろうって思ってたので、はい、僕のオリジナルはもう本当にコピー用紙をまずは買ってそれにひたすら書き続けるっていうだけの作業ですいいえっと500枚のコピー用紙を3個買って使い切りましたね,、うん、ねあああの <laughs> まあ別に取っとくだそ,そんなにこう取っとくほどきれいに書いてないんですよもう本当にひたすら書くっていう感じですね そうです、そうです溜まっちゃうんで、はい1日に本当に使うときは10枚、両面ですからね、両面でもう10枚、20枚、20枚はちょっと多いかなって感じですね。まあ、特にそんなに綺麗に書くとかは全く意識せずに、ひたすら書く、書いて覚えるっていうことだけを意識するっていう感じですね。結果は出ます、おそらく出ると思います。絶対あの手で覚えるって結構僕は 大事かなと思ってので書く勉強って僕は初心の試験においては結構いいのかなっていうふうには、まあ、自分は思ってましたじゃあ木内さんなんかそう工夫した勉強方法とかありますか <laughs> はいえっ、ー、と択一になるんですけど、えー、と1年目の時は結構あの 選択肢が細かいところまで読めてなかったなっていうのは反省点としてありましたでそれはあの結構組み合わせで解くのに、まあぐらを書いてしまっていた部分があったなというふうに思いますまあなんとなく、まあ、この選択肢だから、えー、とこれなんじゃないかっていってまあ問題が解けてでそれで、まあ、よしですとしまって。 してしまっていた部分があったんですが、まあ2年目はちょっとこうここは見直さないといけないというふうに思って、で、まあ、本試験の会場で新たな形式が出されたら、多分解けないと思うんですよ。ただあの質のいい練習をすることによって、多分問題本番で解く精度もかなり上がると思うので、そういうことを意識していました。具体的に言うと、えっ、ー、と合格ゾーンの過去問のところで、えっ、ー、ともう この問題、多分正しいものを選びなさい、誤っているものを選びなさいというのがあると思うんですけど、そこはホワイトで消すんですね。選択肢も全部消して、もう何について書かれているで選択肢が5つあるという状態にして、そうするともう全部個数問題として解いている状態なので、本当にこの足が合っているのかどうかというのをまあ一個一個まあ足集みたいな形で対応してました。 でえー、とそうすると、すごくあの本当にこれが合ってるのかどうかっていうのをまあ考えるのであのすごく深く考えるっていうところとあとはですね、えー、とそただその足臭みたいにはするんですけどあんまりこう繰り返すのに大変だったりしたら、まあ、元に戻せるという利点もありますあと実践力パワーアップ講座で宇野先生からもこの過去問の足は繰り返さなくていいよっていうことは明確に言ってくれるんですね なのであの繰り返すべきものをちゃんと繰り返していくとであの正しい知識を身につけるということをやっていったので、まあ、合格していったのかなというふうに思います。 はい、えー。ありがとうございます。本当はもっともっといろいろ聞きたいんですけれども、えー、今日はあ、差し当たり、今回のね、この動画に関しては、この実践力パワーアップ講座の活用法を、えー、令和2年のですね、合格者のお二方に伺いました。非常にあの、えー、貴重なですね、お話をいただけたと思います。お二方どうもありがとうございます。じゃあ、えー、今回、この動画を見てですね、ぜひ皆さんも、えー、ご自分の勉強方法と照らし合わせてですね、参考にされていただきたいなと思います。それでは、あの、実践力パワーアップ講座 講座の活用方法についてのお話は以上で収録終了させていただきたいと思いますご清聴どうもありがとうございました